はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト9続きやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、ラプソーンの地図行ったんですけど、まあ、あれからね、ちょっとやったんですけどね、まあ、決して何もやってなかったわけじゃなくて、どこ変わったかわかりますかね。転生値ですね。プラス1上がってます。まあ、今まで7だったんですけどね、8の99まで上げました。なのでね、ここからまたすぐ転生したらプラス9になるんですけど、そこからね、また99まで上げたらもう星になるんで、まあ、まだ先でいいか、とりあえず、まだね、全部終わってないんで、それは裏でやっておきますんで。でね、このデスピサロの地図ね、4つあるんですけど、一番近いとこ行こうかなと。はい、今回はね、デスピサロ行きたいと思います。というのが、デスピサロもね、16なんですよ、レベルが。だね、今、ドラッケー6やってましたね。今ちょうど武道討伐したとこなんですけど、まあ武道討伐記念で武道行こうかなと思ったんですけど、まあ均等に上げてくれっていうね、話だったので、まあデスピサロ行こうかなと。だから41まで上げて、まあ他のまたやろうかなと。ぐはー。何者だお前たちは。私の名はデスピサロ。魔族の王として目覚めたばかりだ。うぐおー、私には何もわからぬ。何も思い出せぬ。しかし何をやるべきかそれだけは分かっている。ぐわー、お前たち人間ども根出しにしてくれるわ。ということでね。前これやった時に、この直後にエスターク行ったらとんでもない強く見えたっていうね、現象があったんですけど、装備品、そうだね。これが、今16かな。あれ落としますね。また違うものを落としてくるので、まあ、前回そこまで上げたんですけど、これはね、これは、氷だ。氷逆転。だからね、他のシリーズだとね、まあ、氷効かなかったりするんですけど、この9はね、効きますね。もう別に攻撃でもいいや。マジですかね。まあとりあえず16なんで、まあいつもの50戦法でね、応援無心攻撃で、まあ次の攻撃くらいでいけんじゃないかなぐらいのね。といってもデスピサロなんで、こういう事故もね、起こりかねませんのでね、まあやられないようには気をつけようかなと。もう瀕死だと思いますんで。ずっとレベル上げしてたからね、ちょっとところどころなんだっけなっていうつまずきありますけど、オーブもねちょっと貯めたんですよ。何回も行けるところは、ここもね今回レベル上げたら違う地図も上げればね、グリーンオーブかな、これは確か。まあそれ落とすと思いますので、まあ、時間があればね、またやろうかなと。まあ、とりあえずもう連続でいっちゃいましょう、ここはね。もう下手したら41までここにいるかな。MP なくなってきたらまた違うとこ行きますけど。まだね、まあ、ちょこっと空いたんでまたあれですけど、フォースもね、全体にかけれるものとか自分持ってますので、ただ全体にかける必要ないんで、一人だけしか使ってませんけどね。全体にかかる時間がちょっともったいないですけど、このぐらい、今の時間ぐらいまでかかりますんで、4人にかかるものを見なくちゃいけないんでね、使わないもの。今のスクルトとかも、まあ普通にね、消しちゃえばいいと思いますんで、相手使う波動を使うのもありだし。
いつも使われるんでね。もうずっとこの繰り返しですね。もうこれで攻撃溜まれば、ある程度いけるんで。ここで変なの使ってこなければ。種振りとかね、後で考えてますので、とりあえず今はやんないです。今あげてもね、全然普通に倒せるんで、そこまで強くしなくていいんで。まあ、お楽しみは後で取っておきましょう。まだ武器も全部集めてないんでね。まあ、前回絶対のズボン取りましたね。今回なんか取れればいいかなと思うんですけど、まあそこまでどうだろうね。また溜まったらやりますけど。いっぱい落とすのであればね、ちょっとね、考えてみようと思います。とりあえずなんか覚えるまでは。お、お、いいね、いいね。グリーンオーブ。あ、出ちゃいました。はい、これですね。ミルドラーストの実際を落とすんですね。はい、ということで、また行く場所増えましたね。これね、なんで今まで飛んなかったかっていうと、ドラゴンクエスト5の実況を自分やったじゃないですか。だからあんまね、行きたくなかったっていうのがあったんですけどね。どうせなら、倒してからやりたかったなーっていうのがあって、だから今、6やってますよね。だからね、かなり悩んでることあるんですけど、だからドラクエ9不定期ってのもありますけどね。ミルドラーストの地図。まあ、これもいっぱい手に入ると思いますんで。さて。まあ、特に変わり映えないようなので、またいくらかレベル上がるまでカットしたいと思います。ザラッキー覚えた。これはね、まあ、落ちたら嫌ですよね。ザラッキー使ってくるかな。誰かしら落ちっかもね。まあ耐性はあるけどね、いくらか。22か、22でなんか覚えない。まだなんか覚えると思いますね、41までは。そういえば 10% と 6% 同じ回で落としたね。ミルドラスの地図また後で1個手に入れたんですけど、あの後に。まあ、これはまた今度行きますんで、今回はね、デスピサロなんでね。まだ行けつかあると一回も見てないですね。マヒアドは本当に食らってないようなもんなんで、とりあえず、ね、通行の一撃食らったらとりあえず700くらいは出ましたね、ダメージ。で、まあ、それだけなんで。まあ、しばらくはこの戦法でいけると思うんですけど。高レベル帯だったらね、またちょっと変えますので、自分のね、やり方は。まあ、20代、ね、レベル20代後半なのか、まあ、30超えてなのか、多分そのくらいでまたなんか覚えると思うんですけど。41でまたなんか覚えるんじゃないかな。そこまでやりますけどね。ただ落とすものはもう地図とオーブだけだと思いますので、ただパーセンテージが上がっていくだけなんで、とりあえずは、まあ、装備品とか気にしなくて。お、煉獄会。これ8かな、使ってきた。マヒアドよりは強いですね。はい、終了。
またなんかじゃあ落とす、まあ落とすかな。落としたり覚えたりするまでやろうかなと思うんですけど。まあザラキもいつ使ってくるかわかんないんでね。41以降になったらまた使ってくると思いますんで、それもね。レベル23の時また地図落としましたね、そういえばね。ね。まあ、まだ落とさないですよ。なんもね。今はですね、まあ、ドラクエ9もそうですけどね。まあ、ご覧の通り、まあ、地図入ったりしてるだけなんですけど、このね、アイテム脇とか、まあ、このゲームありますんで。まあ、その時間帯待ってね、広いものを行ったりとか、今までのね、地図ね。まあ、前回も言いましたけど、レベル、あ、ランク9のね、8とか9の宝を開けてね、まあ、天使の相馬作ったりとか、10開ければ入ってる時あるんですけど、10の装備全部見つけてないんでね、裏作業中に、もしかしたら最強装備ね、見つけてしまったら嫌なんで、できればね、収録中にね、手に入れたいかなって、やっぱ自分なりにやっぱ考えてますので、まあ、下手にはね、手出してない感じなんですけど、だからね、まあ、進み遅いっていうのもありますけどね。あと今レベル99の転生値プラス8まで上げる作業とかやってね、まあちょっと時間かかりましたけど、その間ね、やっぱ違うゲームもやってますんで、今現在ね、このパート151出してる時の、まあ配信状況なんですけど、ドラゴンクエスト9、まあ今やってますよね。お、大丈夫か。あとドラクエ10もね、もうちょっとでバージョン1が終わるんで、バージョン2からはね、自分やったことないんで、今はね、ちょっと楽しみにしてる感じでやってるんですけど、まあ今年までにはね、とりあえず、まあ今年というか今月かな。今月までにはとりあえずバージョン1は終わりたいかなっていう感じでやってますね。あとですね、キャラバンハートやってるんですけど、あれもね、クリアしないと自分次のモンスターズやる気ないので、イルルカとかね、アナンとか、まあやるとは言ってるんですけど、まあ楽しみにしてますって言うとやっぱプレッシャーかかるんでね、まあ言わないでくださいってよく言ってるんですけどね。まあ、やるときありますんで、あとドラクエ6やってね、まあ4、5、6ってきたので、まあ7やろうかなと思うところ、まあ6終わってね、まあ7やるとかね、そういう分にはいいんですけど、今ここの4つ以上ね、ちょっと手を出してしまうとね、余計ね、できなくなってしまうし、かといって1個だけやるとね、やっぱりゲームって1個だけやると、まあ集中してできるはいいんですけどね、やっぱこの9とかもね、こういう作業になってくると、だんだん飽きてきますよね、ゲームってね。それをいかに飽きさせないかや、ね、いろんなとこやってみたりとか、地図、魔王入ってみたりとか、まあ、ダンジョンやってみたりとかね。いろんなことやってるんですけど、レベル上げたりとかね。1回にメタルキングが出てくる地図で自分上げてますので。で、裏技の地図とかね、レア地図とかね、そんな使ってないんでね、一切ね。使ったらもっと早いんですけど、ちょっと使わないにこだわってる配信ですので。そんな感じなんですよね。そしてね、12月にね、またね、まあ、自分前やってたんですけど、ドラケビルダーズの2が出るじゃないですか。あれをやりたかったんでね、1をね、早めにクリアしたっていうのがあったんですけど、あれやっちゃうとね、今ここにやっちゃうと5個になっちゃうじゃないですか。だからね、どうしようか考えてんですけど、だから、キャラバンハートクリアしたら、とりあえずそこの枠を、まあ、ビルダーズ2やろうかなっていう感じで、まあ、終わったらね、終わったでまた違うのやりますけどね。だからいつかはね、やりますんでね。こう、急いでもね、しょうがないんですよ。今別にね、他のタイトルやったとて、今度5個とか6個とかになってくると、本当にね、1週間に1回しか出せなくなったりとかしますんで。だから、いくらか、まあ、休みの日に土曜日とか日曜日とかね、まあ、休みの時多いので、今はね。まあ、忙しい時休みないですけど、そういう時とか自分取りだめしてますんで、それでね、月曜、火曜、水曜日とかね、昼とか自分、配信してるじゃないですか。一回打ち替えてくるんで。まあ、その時に出してるって感じですね。だから、ドラクエ6なんか、いい例ですよね。あ、セーブできない場所を3日間に分けて配信してた、そういう理由があったりしますんで。同じ日に撮ってるけどね、編集が間に合ってないっていうね、ちょっと忙しかったりしたんで。で、今ちょっとまた手空いたんでね、ドラクエ9こうやってできる感じなんで、これもね、取りだめして、今このパート151出しましてる、出しましたけど、まあ、この回にね、152ね、まあ、撮ってて編集してるって可能性もありますんでね。で、連続で出すと、例えば9、例えばね、151、152って出すと、
また違うゲームやるとね、153いつやるんですかって話になっちゃうので、まあそうならないようにね、152はずらして出したりしてますけどね。まあ出せるときは出せますね、そういう感じで。まあいろいろ考えてますんで。まあ単純作業ですけどね、やっぱ配信やってみるとね、やっぱね、まあ自分も配信者でも好きな方とか、やっぱいますんで、まあその方とかね、昔見てたんですけど、で自分もやってみたいなとかね、やってみたらとかね、やっぱいろいろ理由があってやったりしてて、やってみてからやっぱ気づけることってありますんでね。案外ね、見てるよりね、大変っていうね、自分でやってみて思うことなんですけど。なかなか落とさないね。あ、4枚目だ。結構出るな。10% なのに。マヤデドス。マヤドの上行きましたね。うわ。15% まで上がったんだけど、すげえ落とすんだけど。またこれ地図選別だね。選別っていうか、ミルトラスの地図も回りたいんで、で今回デスピタロ回ってんでね、他のデスピタロの地図回ればグリーンオーブはまた裏で貯められますんで。まあ、ドミル近いからこれ止まってこようか、一回。ここに1枚ありますよね。ここに1枚と、まあ、全部微妙な場所だね、なんかね。しかも、微妙だな。もう、マヒアデド使いましたね。まあ、使ってもそんなにね、食らないんでね、もうこっちも強いんで。もう100なるかな。あ、なんないか。100なったらもう一撃ですけどね。もしかしたら主人公先動いたら100になるかもしれないけど。完全にもうこの次ドミルでちょっとやるわと思って行きますけど。今は29かな ?28 か。あ、なった。じゃあボッコさん、頑張ってくれ。闘魂打ちとかもね、すごいね、強いっていうね。まあ話ですし、まあ自分も、まあそれ知ってますんでね。また今度ちょっと使ってみようかなとか思って、それよりダメージ出ますね、出るとしたら。じゃあちょっとやり方あるんだよ、もう。地図のね、場所にもよりますけど、まあ今ドビールがね、近いからいいんですけどね。あんま下手なところにも出てもね、遠いんで、街が近いとこだったらいいんですけどね。だから今回まあね、始めたのが、どこでしたっけ、船着き場とかでしたけど、まあこっから始めてもよかったんですよね。まあ、セーブ場所と、ね、宿屋が一番近いんで、しかも固まってあるんであそこ使ってるって話なんですけどね。もう、これもセーブするまでもないですね。まあね、出るたびにね、ランダムでね、場所は変わりますんでね、絶対ここに出るってわけじゃないんで、たまたま自分のデスピタの地図がここなんで、まあ何枚も落とすような地図はね、まあいいの出るまでやってればいいんですけど、1枚しかね手に入んないようなね、交換しないと手に入んないような地図とかは、やっぱセーブしといてね、いいとこ出るまでやり直す手もありますけど、自分はやってないですけどね。効率はいいですけど、自分どっちみち動画でカットしながらやってるんで、あんまね、視聴者さんからしたら、
まあそんな苦でもないかなと。自分カットしてすぐ広告来ますんで、セーブしたりね、宿屋止まったり、回復したりとか、まあそういう作業は全部カットしてますんで。今回たまたまね、近かったんでこんなことしてますよって紹介のためにやりましたけど。おぉ。一撃大きいっすよね。まあ耐えられるザキみたいなね。まあ、まあ焦ることないっすね。あっちが動かないことには、やられることないんで。これ S タンクとかになってくるとね、誰よりも早く3回行動していきなり動いてきたりするんで、ちょっと危ないんで。こっちも、いろいろ考えないと、まずいんで。おもう一個ぐらいなんか覚えっかな。マヘデドス覚えて、41までとりあえずやろうかな。もうカットしようかなと思うんですけど、とりあえずグリーンオーブとかね、落としますけど、落としたとしても、ミルドラスの地図とね、グリーンオーブぐらいなんで、あと何か覚えるかなぁ、なんてね。レベル30代で1回ぐらいなんか覚えるかもしれないね、もう一個。前回のラプソンが33とか4とかそんぐらいで覚えましたんで、そんぐらいじゃないかなとは思うんですけど、41でももう一個なんか覚えるとしたら。ここでは多分覚えないとは思うんですけど。今29か、これ。お、お、いいね。と、おー、さすが。いいね、いっぱい入ったの。シャド系使ってくるのにシャド弱点だもんね。すごいですよね。まあ、ゾーマとかもね、結構氷の魔王みたいな感じしますけどね。あれは光弱点なんだ。もう覚えっかな。33で覚えなかったんで、多分34か5で覚えると思うんですけど。あ、なるほど。輝く息か。輝く息。あ、まあ、氷系ですね、完全にね。ってことはもう覚えないかな。まあ、この30、今4でしたっけ ?34 だね。33、4になったら覚えたね。まあ、34から41の間にもう一個覚えるってことはないと思いますけどね。今こんな感じですね。ミルドラースの地図 15%。まあ、これもね、今度行きましょうね。よし、じゃあ41までやっちゃいます。41になったらまたね、変わったデスピサルになると思いますので、まあ、それも強いんでね。ね、ミルドラースの地図が1、2、3、4、5、6、7、8、8枚。10枚くらい入るかな。おっと、溶岩ピローが出てきた。懐かしいね、この人もね。人じゃないけど。すごいですね。どの袋に溶岩入ってる時代ですかね、もう。とりあえず、葉っぱ持たしとくか。まあ、たびたびは事故起こりますけど。とりあえず40は、まあ、40と41。3回行動になるかな。このままいっちゃいますけど。魔法使いが293か。まあ、大丈夫でしょう。ここまでで、凍てつく波動1回しか使われてないんですよ。まあ、2回行動でこっちがね、まあ、先手取れるっていうのもありますけど、あっち1回はね、必ず攻撃してきますんでね、2回行動で。だから、凍てつく率はそんな高くないんかなと思いますけどね。マヒアドとかよく使ってきますけど。とか言ってと使ってくんだな、これ。お、マヒアド、マヒアドです。通れる魔族の王。デスキタロ。ティラジャグじゃない。氷を使ってくるのに氷が弱点っていうね。で、氷が効くと勘違いして、まあ氷効きますけどね、例えばモンスターズとかで対戦やってるとね、氷耐性とかめちゃくちゃ上げると氷効かなかったりとかね、まあ、違うゲームだったらありますよね。
おーっと体勢上げて効かなかったとかね、自分前ずっとやってましたからね。早いね。だんだん素早さも速くなってきたかな。お、どうだ、もう、あ、大丈夫か。189も食らわない。ただもう一回行動してくるんであれば、桃子さんちょっと危ないかな。あ、落ちなかった。でも、アヤレドス行ったかな、さすがに。これなんかね、ルカナンとかね、なんか効きますね。ルカニとかルカナンとか。ちょっといろいろ、まあ、裏で試してたんですけど。行ったかな、ね、よし、じゃあ、大丈夫か。一回分ぐらいは。はい、とうとう、まあ、第一の覚醒ですね。あ、なるほど。ドルマ系覚え、お。いいね、グリーンオーブいっぱい拾った。ドルマ系覚えましたね。ドルマ系っていうか、ドルマドね。ドルモーは使ってたんで、今まで。よし、そのまま行っちゃおう。とりあえず41でまあ強くなりますけど、57とかでね、またね、1段階強くなったりするとは思いますんで、まあ、また目安があるんで、ね、いくらかモンスターもね、モンスターというか、チーズの魔王は。まあそこまではまあ普通にいけるんですけどね、このままでも。まあ、特にまだここまで来たとはいえ、最強パーティーにはしてないですから、自分。決して。装備品もありますし、まだ取ってないものも全然ありますし、ね、まあこれパート1出した時にね、まあ1年以上かかってもじっくりありますんでっていうのね、まあこういう感じなんで。お、来るかな。お、3回行動、3回素振りだね。だから3回になってくると、一人がね、瀕死になったりしますんで、これどの方がいいかな？一回やってみようかね、いろいろ。とね、ルカニとかね。聞いたらダメージが通るから。聞かないか。さっき聞いたんだよね、さっき。で41とかになるとね、今まで聞いてたものが聞かなかったりとかね、そういう体制もありますんで、まあ、試してみるのはありですね。どうせ応援無心攻撃の、何でしたっけ？マヤデドスで倒せないんで、で、その次のターンのマヤデドスでも倒せませんので、ね、うわ、始まった。ってなってくると、この応援の無心攻撃で与えたダメージが加算されて、で、ちょっと減ってるんで、まあ、529は落ちないかな。今871だけど、応援の貯める、まあ、フォース、まあ、バイキル。ね、そこういう感じだったら、ルカに効かないんだったら、マイハデードするとけって話ですけどね。3回行動してくることにより、鉄球ね、使ってくる可能性はいくらかは上がってるんで、こう3回の中にね、ランダムで組み込まれてると思うんですよね。まあ大丈夫か、主人公。3連発食らったらまずいねって感じなんで。まあ、ここまで来ると、全員ね、まあいくらか微妙に減ってるんで、まあベホマズンとかでもいいですけど。まあ、そのための僧侶なんで、種とかね、めちゃくちゃ振って、賢者とかにしてベホマラーとかやってもいいですけどね、まあそこまでやり込んでないんで、とりあえずは今僧侶必須です。いなかったらちょっときついです。それかアイテムで、世界中に雫とか使えるんですけど、今あんま持ってないんでね、また作らなくちゃいけないですね。ちょっとね、今までの魔王戦で使っちゃいましたんで。あー、イテツカード使われるかな、イテツカハードを使われるか、ボッコさん落ちるか。おお。ボッコさんが狙われてますって。倒したかな、でも。まだか。
3連発で落ちるかな。ギリ耐えられるかどうかですね。お、スクルト。スクルト、今使ったところでもそれ攻撃3回したらどうなのって話ですけど。そう。こんなに食らう？弾き返した。ダメージちょっと見たかった、逆に。イカリス。素振りで、まあこんな威力ですからね。いったかな？スクルトかかってるからね。まあちょっと強いけど3回行動になっただけなんで、まだ。3回行動出だしですね。まあちょっと今失敗しましたけど、イテスカードも使われたんで、ターン5回かかって、5ターンかかりましたけど、もうちょっとやってみようか。せっかくなんで。ちょっと1回回復していきますね。はい、では回復してまいりました。まあ、ドルマドンとかね、いろいろ使ってくるようになりましたんでね。甘い息とかたまに使うので、まあ、それでね、眠ったりするとね、まあ、3回行動マジでなんで、ちょっと大変かなと思うんですけど、まあ、やられることはないかな。保険で一応アイテムね、まあ、持ってきてますんで、万一、花子さんが落ちた時にはね。で、回復薬が、先ほど言ったね、時にあのね、ベホマズ、まだちょっと必須なので、今のところはね。で、花子さん落ちたくないので、会心完全ガードは花子さんだけ持たせてますけど、まあ、ボッコさん本当は落ちたくないんですけどね。まあ、それ以上に落ちたら困るんで、回復薬いなくなると。あ、なんだ、盗みやってるし。何をやってるんだ。まあ、いいや、応援、待って、応援でしょ？応援、ダメるだね。貯める応援、別応援からの、まあ、無心で1万超えするかな。イテスカード使えなかったのか。貯めるの横に盗むあるからね、ボタンね、一回押し忘れるとね、押したと思ってね、ボタン連打してるとああいうこと起こりますよ、ね。おボッコさん、まあ、煉獄火炎入りましたけど、3連続食らってますね。さて。なんですけど、反撃タイム。もしかして、イテスカード使われる可能性あるんで、一応、マハデドスは使っておきますけど。そう、マハデドスの蓄積により、まあ、倒せたって可能性もあるんでね。どうだ、100いった。OK。ここでイテスカード使われるとね、ちょっとね、がっくりきますけどね。お、いいね。いたでしょ、これ、さすがに。ドーン。まあ、さすがに、ね、100だったらもうまだ一撃ですね。これ、スターク、もう一撃じゃないんで、地獄の帝王さんは。9000、いくつかしか多分食らわないと思う。硬いから。連続いっちゃおう。もうちょいだけ上げたいね。次やるとき、デスピタルやるとき多分57まで上げると思うんですよ。57以降のデスピタルが見たいみたいな感じで。で、落とすものがね、まあ一緒ですけど、微妙に変わったりするんですよね。で、すごいね、短期間なんですよ。どこだっけな、68とかそういう、そこまでかな。だったりとか、まあそういう話になってきますんで、まあ魔王によりますけど。復してないから大丈夫か。どっちみち3回食らったら落ちんもん。1ターン目かけてしまえば。で、どっちみちイテスカード使われたとしたらね、まあ、攻撃で絶対落ちることないんで回復しますけど。お、いいね。ベホマラ一応かけとくか。これやっぱ効かないんかな、ルカナンとか。ルカニとか、ルカニよりルカナの方が効くとかないよね。まあ威力は低いですけど。まあ いや、もう一回試してみよう。やっぱ一回効いたものってね、どうなんかな。あ、効かないね。あ、しかも虫に先打ってる。まあ、あとマヒャデドスとね、だったらマヒャデドス打っといた方が良かったかなとか思いますけど。
まあいいですよ、別に。お、ロト装備、ロト装備&最強の鎧とかね、装備してる。主人公に見とれましたね。ドラケはね、女尊男卑みたいなね、ところちょっとありますんで、まあ女性キャラね、わざと使ってますけど、9はね、そんなでもないですけどね。ドラケ3とかね、4とかね、案外そうなんですよね。女性専用装備の方がね、なんかね、良かったりするんですよ。これは、打ちたいから、とりあえずフォースとバイキッドかけといて、ボッコさん当たればいいか。まあ、回復でもいいですけどね。もう食らわしてるんで、応援と無心ハマればいけますんで、ただレスピタルがどう動いてくるかですよね。先に動けんだったらこっち倒せますけど、あっちが動いたとて、あ、いけますね。いてつく波動がどうせ混じるんであれば、あ、いかない、さすが、もう1枚いってるか。ね、さっきルカにやってマヒアデドス打ってたら言ってたかもしれないって、こういうことですよね。まだ今遊べますけど、まだ、そうだよね。だんだんもうちょっとレベル上がってくるとね、こんなことできなくなるんでね。もうルカにとか使ってみようか、なんてね、そんなこと言ってらんなくなるんで。下手したらこれでいったんじゃないかな。さっき使っとけばよかったとかさ。ね、そうだよね。ってことはさっき使っといたら、さっきの無心攻撃で倒してたってことなんで、まあ、今、5ターンかかりましたけど、4ターンでいってたってことだもんね。そしたらね。じゃあ、ちょっと真面目。まあ、真面目じゃないけど、普通に行ってみようか。いろいろ試さないで。これね、地図いっぱい入りますけどね、ミルドラースが今度落とすものをね、ミルドラースのレベル上げないようにしてオーブ狙いでやってみるといいかもしれないですね。デスピタルもここまで上げるのにカットしましたけど、結構落としましたんで、オーブ。だから、最後ね、またちょっと今回結構カットしてると思うので、まあ、グリーンオーブで、ね、ここ3ページ目までちょっと。20%。グリーンオーブで、まあ、なんだろうね、錬金できる装備、最後やってね。デスピサロ、グリーンだから分かりやすいっすね。グリーンのデスピサロがグリーンオーブを落とすっていうね。よし、今回ここまでか。あー、やっぱりね、まだドラケー9いっぱい遊べるかなとは思ってるんですけど、やっぱね、魔王ここまで来るとね、全部の、もうほとんどの魔王、レベル、まあ折り返し地点まで上げてますので、まあ50近くまで上がってますよね。ってなってくると、やはりね、いつか最終回行くのかなーみたいな。お、スクルト。これね、案外、1000ぐらいダメージ緩和されちゃうので、いくつかあるのがいいかもしれない。ただ、この後の攻撃によりけりですけど。まあね、臨機応変ですよね。行動回数が増えればそれだけいろんなことやってくると思いますんで、さすがに。呪文は大丈夫。もう、マヒアデドスで600いけばね、いい方ですね。で、これで応援の無心ハマれば、ね、いいんですけど、ここで攻撃されたり、鉄カードやられるとちょっと嫌かなと。ね、ドン。あとはもう本当にちょこちょこ当てれば倒せますんで。もう鉄カードやってこようがないでしょう。お、スクルト。主人公にいたらやっぱ回復はあるか。あ、たまにどうだろう。どこ寝るか。あ、大丈夫でしたね。やっぱ体勢ありますね。寝るとき寝ますかね、本当にね。受け付く波動。646あるんで主人公も。よほど連続で食らわない限り落ちはしないと思う。これで受け付くで、スクルト消えましたんで。ちなみに41になる前にルカニとかルカナ聞いたって言いましたけど、先ほど7000のダメージがね、9000近くいきましたんで、やっぱね、1000ぐらい変わりますね。まあ、ダメージ幅がね、大きくなればなるほど、村も大きくなりますんで。お、10万超えた。はい。
今回10枚入りました。ミルドラスの地図。これ10枚目です。じゃあ次ね、またミルドラス行きましょう。まあそれか、まあオーブを集めるっていうのもありますし、次ぐらいに星になってるかも。もしかしたらステータス、レベル99プラス星。で、どこで上げてるかってね、またね、ちょっとね、質問来たらね、来るかもしれないんで、ここで上げてます。まあ、まあ自分の場合ですけどね。まあ1階にメタルキングが出てくるんで上げてるって感じですね。よし。とりあえず今はもう、錬金で、まあ最強装備、特には狙ってないんで、まあ出れば出たで、まあ別にいいですけど。リサイクルストーンで元に戻してね、レシピ埋めたりもしたいんで。まあ、とっか。ここでね、毎回説明してますけど、裏技は自分使わないので、そのままやっちゃいます。グリーンオーブって何が上がるんだろう？槍？槍はレッド。あ、レッドもできんだ。エンマの魔装。羅刹の魔装。鬼神の魔装今装備してるね。盾だね。盾ができる。今、メビウスの盾か。あ、10個もあんじゃん。あー、じゃあ1回盾やって戻してもいいかも。盾と、あと腕も持ってないもんな。扇と盾だね。とりあえず1回だけやろう。これ失敗してますので。まあ、元に戻す作業ですけど。これレシピ埋まりますね。リネの盾はね、拾うことはできるんですけど、作るのは一回ね、最強までね、メビウスの盾まで作んないとできないので、まあこれで一個埋まって、あとはもうここにレシピで埋まってますので、メビウスの盾とリネの盾今作ったんでね。あとは2回できるのか、2回できるけど今回は元に戻す作業だけど。これは失敗してたんだね。じゃあまたデスピサルやってね、グリーンオーブ、いっぱい地図ありますんで、グリーンオーブ貯めてね、20個ぐらい、20、30個ぐらいちょっとグリーンオーブ貯めてね、連続でやろうかな。した方ができる可能性あるけどね。まあ、パーセンテージ上がる裏技とか使ったらね、早いんですけど、まあ、どのぐらいかかるかとかね、やっぱ自分なりでね、遊びながら検証とかもしたいんで。これ多分 10% じゃなかったっけ？あ、20あんのか。まあできる可能性はありますね。ただこの盾もね、やっぱり手に入れたいんでね。他にも、まだ。さあどうだ。できた！いや、狙ってなかったんだけどよかった、逆に。いや、嬉しいこれ。いや、今回ね、作る気なかったんですよ。元に戻せればいいかなと思って、いっぱいグリーンオーブでまたね、エスタークとかデスピタロで貯めてから、最強の盾ね、ウロボロスの盾、自分の名前してたんですけどね、今できたから名前言いますけど、最強の盾作るパートやります。頑張りますとかね、後でやろうかなってね、今考え、まさに考えた時にできましたね。でも、一回ね、メビウスの盾できたことにより、リネの盾に戻すことができましたんで、レシピのとこ埋まりましたよね。だからもう、盾はいいです。あとね、またブラッドナイト、倒して、まあ、2% の輪廻の盾ですけど、まあ、人数分、まあ、全員装備できるよな、これ。盾だから。ね。1個しかないんで、輪廻の盾とかは。これ多分、できんじゃないかな。まあ、職業にもよるかなと思うんだけど、盾、あ、そっか。関係ないか、盾だもんな。そうだ、そうだ、そうだ。何の職業は何でできるとか、ドラッケ10じゃないんでできそうだね。関係ないね。だからこうだし、で、全員できるってことだもんね。メタルキングの盾と比べるとこんな感じですね。まあ、守備力が3上がって、盾ガード率が 1.5% 上がるんでね、16% 防げればいいっすよね、こんなんね。メタルキングの盾も優秀ですけどね。ロトの盾ももっと優秀だね、これね。1しか変わらないし、盾ガード率も1しか変わらない。とりあえず、ボッコさん。お、金ピカになってきた。ここまで金ピカなって、だったら
なったのだ、であれば、今ズボンが絶対ズボンなんですよ。これボッコさんに持たせて金ピカにしようかな。と言いますのが、ロト装備でズボンなかったっけ、ロトのズボンみたいな。そうか、コテか。ロトのコテ、ロトの鎧、ロトの兜、ロトの盾、ロトの釣りだもんね。そんな5箇所あって、ここがないんだ。そうだね。ってことは絶対ズボンでいいのか。もう1本少なくちゃないな。まあ、有給のズボン持ってるんで、これをまたパークローブで絶対に変えなくちゃね。だんだん金ピカになってきたね。あと頭だけだ。頭もパープルオーブかな。確かそうでしたね。おお、だんだん金ピカになってきましたね。最強近づいてます。だから、まあ、絶対にズボンだとして、盾最強でしょ。で、頭はまだ作ってない。鎧最強。手も全部手に入れてないね。あとこれ絶対にズボンなんで、手と、まあ、頭装備は拾ったから、あと、ま、剣はこれでいいとして、うん、そうだね、頭と、ここは持ってるから、足だね。手に入れるべきは手と足だね。まあ、これは宝の地図のボスなんで、またね、やっていきましょう。まだやることいっぱいありますね。まあ、それまでまた扇とか拾いたいので、まあ、今回、ま、ウルボロス立ててきたんでね、よかったと思います。はい、ということでね、まあ、こんな感じでね、まあ、地味に進んでいってますので、またね、次ね、何か進展あればいいかと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけると、すごく嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。